まあ、遭難の可能性が非常に高いと思ってますけどそれに関して全く対策が取られていないそれは遭難したらとしするならばその原因は何にあったのかそして、えー、なぜ見つからなかったのかねたった5 0 0メートルしか離れてないところに。 かから見つかってるわけけですけど遭難の場合ね、えー、じゃあなぜ見つけられなかったのかっていうところを掘り下げて考えようとする人がまずほぼ皆無であるということが、えー、5月からの、えー、結論に至りましたそしてある程度まとめておきたいんですけどもそれは全て科学的根拠がない人の話を信じることで、えー、発生してると三崎さんがほとんど見つからない 遭難、ね、し,してそしてさらに見つかった時にはまあほとんど見つからないそしてさらに見つかったとしても成田市に帰れないというこの今の事態が生じてるのは誰かの話をそのままうのみに聞いちゃう人がほとんどだったというで一番私が重要だと思って言ってるのは、えー、Y 字療法上までねこのこの情報が 発せられたことによりすべてがすべての歯車が崩れ崩れ始めているという発せられただけじゃなくてそれを信じてしまった人たちがいるというねこれポイントとなるところを順番にまとめていってそして重要だと私が思っているその発言ねまあほとんどが推定ですこれはね。 だそれ確固たる証拠ないですから,だからそれを、ね、発表しませんしもし、ね、それを発表しているんであれば、あのー、それを知っているんであればだからそれ私が言っていることが違いますよとかって知っているんであればその人は人手出だしですからそそもそも、あのー、これも何回も言っている通りにこの件に関して、えー、科学的に根拠をもってしてこうですよって言える人がいるんであればそれみんな知らないわけでしょ。 我々みんな知らないのに、その人だけが知ってるってことでしょっていうことは、その人は人出なしですよね。だから、そんなことしてないで、自分がね、えー、自分だけが知ってるみたいな形で持ってるんじゃなくて、早く世の中に、えーねえー、知らしめないといけないわけ。それか、もしくは、犯人であるっていうことでしょだから、美咲さんを、えぇ、ー、薩摩したっていう犯人であれば、その真実を知ってるかもしれない。だから、人出なしでしょだから、どっちにしろ人出なしなんですよ。そのね。 だから、全員、山梨県警を含め、全員が科学的根拠のない話をしているわけ。私を含めね。じゃあ、それを一歩引いて、これ前回の動画も同じですけど、一歩引いて見れるか見れないか。で、見れない人がこれほどまで多かったんだよっていうのが分かってきたわけ。例えば、警察犬の話とか、最近何回もしてるでしょ。警察犬の話とか。 だから、まあ、それを一本動画に撮りたいと思います。本日、2022年の12月11日、午前7時15分を回ったところです。大臣臨会の大麻大題してございます。科学的根拠のない話を信じることで、三、え、崎、ー、さんがほとんど見つからない,という、ね。 えー、それがあ、それを感じ始めたのは、えー、6月頃なんですね。私は6月中旬頃です。40名体制、まあ、その時は20名体制ぐらいまで減ってたと思われますけど、まあ、メディアで散々言ってたわけです。20名体制で山中を今日も捜索しています。でしょで、何か見つかったならば骨発見です。まあ、それもその日に見つかったのかどうなのか非常に疑問ね。えーまあ 私はそこにマインドコントロールの手法が使われていてみんながもう骨発見のニュースいいやっていう感じになるようにあえてメディアが骨発見のニュースを出していったと思うでメディアは別にね意図的にやってたわけじゃなくて山梨県警が発表したからそういうふうに言ってたと思う山梨県警の、えー、5教科で495点の人たちは、えー、意図的にやってたんじゃなくて、えー、5教科で、えー、500点や、えー、山梨県警で言ったならば本部長以上 えー、もしくはもう警察庁とかもう警察庁の方からの指令によりそういう発表してたんじゃないかと私は推定してますけども、まあ、いずれにせよ20名体制で山中も今日も山中を捜索していますって言っても、えー、実際、えー、魅力の約束手形さんという人が山中に入ったならば誰もいないということでしょう。 ということは、この時点でメディア、山梨県警から発せられたやつをメディアが報道するやつの信憑性がガタ落ちなわけです。わかりますか,だからガタ落ち、この時点でガタ落ちにならない人たちが相当数いたわけ。で、それ、相当数いた人のうちの、えー、事件派の人たちはそもそもそれ自体を信じてないから。ね。 わかか。りますか山梨県警は税金を使って何もしてないということを信じてるもしくは事故としようとしてるという信じ,信じてる人たちはそもそも40名体制で産地、えー、を捜索していますということすら信じてないわけでしょでも私は違ったわけねある程度ある程度その40名体制でやってますから、まあ、そこそこそういう陣営かけて山の中でやってると思うじゃん でこれは嘘じゃない可能性ありますよ。そこの山にはいませんよって多分言い訳をしてくる可能性があるからね。山梨県警はね。そこじゃないです。弥勒さんが入ったところにはいないけど、他のところにいましたみたいなね。一番大事な規制線のところにいなくて、そういう言い訳してくると思うんだけど、まあそれはそれでいいんですよ。別に違法行為をしてると私は言ってるわけじゃないからね。で、まあいいんですけど、そして規制線、徹底的になったのは、規制線付近に追い込まれたペットボトルの産卵ね。 これ、山梨県警がやってる可能性が非常に高いんですけども、私は断定的に言えないわけ。証拠物がないからね。科学的な根拠がないからで。これ言っちゃうと、山梨県警にやられちゃう可能性があるから、丁寧に言ってたわけね。ペットボトルやろうは山梨県警じゃないと思いますよ。ってでも、感想から言えば。 私は山梨県警の、えー、結構下の方の実際に穴掘ってる人たち穴掘ってじゃない掘ったりして、えー、確認してる人たちが、えー、散乱させていると思ってるだけねこれそういうふうに見えちゃうからあの映像を見るとねだからあの断定的には言えないわけ言えないけども私は山梨県警がふっちらかしてると思うのそれと魅力さんのように怒るじゃん わかりますか我々の税金を使って、美咲さんを探している人たちが、そのね、一番大事な場所で、ペットボトルをふっちらかしてもいないんだよ。でも、そこまでは100歩譲っていいと思うけど、それ,がそれに怒りをつ、ね、けさせるのはこれなんです。40名体制でやってますっていう国民に言ってること。わかりますかメディアを使って、40名体制でやってますって言ってるんだよ。言ってるのにいないんですよ。 5日間もいないわけでしょだからそれが、えー、どういうことかっていう話。だからもう,もうこの時点から私はね、あ、もう警察はもうやられちゃってるって思ってるわけ。わかりますこういうことを平気でできる人っていうのは、これやられてるんですよ、もうすでに。それなぜかっつったら、あなぜかじゃなくて、それがどこから始まってるかっつったらもう完全に。 カパ友のととこから始まってると思ってるなぜ同志村に潜水させたんですかこれ村田次郎さん、えー、物理学者ね物理学者の,あの,の大学の教授さんはねあの非常に疑問に思ってたわけ、まあ、そんなところにもし水難事故があったとしても行くわけないじゃんっていう。 実際、現地に行って見た人が非常に警察の機動隊の,その潜水に関して疑問,を通し、えー、疑問を持ったツイッターをわざわざしてるのね。大学の教授さんが自分の名前を出して、ね、見,見バレさせた状態でそういうコメントをするんだよ。ズバリそのものは言わないよ。あえてするんですよ、ツイッター上で。 ね、自分の発言の重要度とか分かってるはずですよ。そういう人が言うわけ。探すならここですよって。同志ダムよりも全然上流の方。ここにいなければ、あともういないって。で、その村田次郎さんはそこですらいないんじゃないかと思ってるわけ。でも先入観を捨てて、えー、いろいろ探した結果、ここまで来て、えー、ね。 あの三崎さんが見つからないという水難事故だった場合はどうしもダムなんて絶対、えー、いないよだからそこまでさせたわけよわかりますかそこまでさせた、えー、決定があったわけ上の方でその一番最初のきっかけは私はこれだと思います Y 字両方上まで見ただからこの非常に重要なやつこれが本当だとすればねまあ別に Y 字両方上まで見ただけで ででなくてもいいんですよ要は、警察が一番最初に、美、え、咲、ー、さんがいなくなってから、あなたたちが、要は、あなたたちとグループキャンプね、警察からしてみれば、あなたたちが探したところを教えてくださいって言ってるはずなんですよ。最初にね。で、それ重要だから、いなくなったと思った時に見たところって重要でしょここ見ました、ここ見ました。これと同じですよ。南朝さんの靴と靴下の件、みんな信じたでしょ そこにはなかった、そこに出てきた、だから事件だと思いますっていうみんな信じたでしょそれと同じ。いや、普通に信じたんだって。警察も、消防団も、お母様も。私は Y 字両方上まで行ったわね。車で行ったと思います。車って書いてないけどね。そして、お母様じゃないと思います。要は 道志村のキャンプ場を選定した人もしくは道志村のキャンプ場に来たことがあるしかも男での人でなければあの林道を車で走らせるのは怖いと思います砂利道だからねそしてそこを両方上まで行ったって言い切れる言い切ったわけですおそらくねそのパパ友達が美咲さんのお母様に言い切ったと思うそれをだから捜査の重要な時系列上のがいなくなったまで のところから、えー、探したところの重要なポイントとして位置づけてメモ紙機に落とし込んだんじゃないかと思うす。それは小倉美咲さんのお母様が書いたのか誰かが書いたのかわ分からないよね後々書いたのであればその,そのメモ自体に信憑性がないけれどもただその Y 字両方上まで見たっていうね言ったっていうねその見たっていうやつがなかったとしてもそういう行為が行われてるわけ要は 小倉美咲さんとかそのパパ友達のは、ね、美咲さんよりも多分パパ友達が警察に言ってるはずなんですよ。もしくは地元の消防団に、ここはこういう時間帯にこういう風に見ましたって言ってるはずなんですよ。それ実際に来てくれた人に。22日に。わかりますか ?21 日に失踪し、22日から本格的に捜査が始まったわけでしょ。20明るくなって、まあ明るくなった時私は、えー、美咲さんは八百屋鶴にいて動いてたと思うけど、まだ。ギリギリね。ギリギリ。 ぐるぐる八百屋るのあたりにいたと思う。でなければあ、あそこまでたど、薄明るくなってからじゃないとたどり着けないと思ってるからね。じゃあ、その22日に、その美咲さんがまだ動いてる時に、聞いた人たちが、その最初21日のいなくなってからどういうふうに探したかって聞くじゃん、普通。当たり前でしょそれを信じたわけ。じゃあ、信じていいですよ。 信じていいんだけど、どういう探し方をしたかですよ。これ今、結果論から言ってますから、わかりますか、あそこの500メートル離れたところで、三崎さんが見つかったという結果論からすると、おそらく Y 字、もしそ捜索で見た、その林道を見たとしても、車で上がるだけでしょって、ね、そして窓を開けて、えー、三崎ちゃんとかって,って言ってるぐらいでしょ、おそらくね。 下手すら声も出してないかもしれない。ただ単に車で林道バーってね、他の、まだその当時は、えー、すぐ見つかると思ってるからみんなね。だからキャンプ、キャンプ場の人たちに迷惑かけないように、地元の人たちに迷惑かけないように、大、えー、声で言ってるとは思えないの。大事だってなってから、見さえちゃうんでしょってことは、車で走らせた程度じゃないのって思うの。 そして林道のあの終点までいなかったならば、帰るでしょ。そこの林道の終点で引き換え、ずっと待ってますかって、1時間も2時間も。すぐ帰るよね。ね。でも、あの終点までもし行ったとするんだったら、その音聞こえるって。ね。そこの30分、4時半ぐらいに早ければついてると思うんだけど、林道終点まで。車で。車で。そしたら崎さんはその周辺にいるの、おそらく。 で林道終点を見失ってんのそもそもがねでまあだから結果論で言ってるんだけどそういう探し方をしましたよと言ったはずなんですよこれが重要科学的根拠のない人が、えー、言うわけでしょ当たり前でしょだから科学的根拠があるということはその,その時のドライブ映像ドライブレコーダーの映像とか全部残ってる話ね ではその映像を、えー、あの警察はもしかすると見てるかもしれない。Y 字両方上まで行ったの映像を警察は見てるかもしれない。だっていないんだもんね。ねそれ見てるから確信に変わるわけ、警察はね。消防団とお母様はその,そその人たちのを信じるじゃないですな悪,悪意があるわけがないから、そもそもがね。パパ友たちの話を信じるでしょ。地元の消防団の人たち信じるでしょ。ということは、その、 唯一、唯一その連れ去りとか、もしくは、その目撃条件がないと思われる、その林道ですね、上の方それ,それ以外は民家があったり、要は下の方に通じるから、ドライブレコーダーの映像とかあったり、そもそもが今、逆から言ってるから、見つかったのは500メートル、えー、離れたところの山から見てるわけだよね。一番その子に近いところがそこでしょ。バリルートであろうが何しようが、そこなわけ。 その林道なわけ。で、林道に映ってない映像とかあるわけよ。わかりますかだから信じてるわけ。でも、科学的根拠はないでしょそこを通ってはいませんでしたよっていうのは、科学的根拠はない。もしそれに科学的根拠をちょっとずつ付け足していきたいとするんだったら、そこに警察犬の情報とかが加わってくるわけ。わかりますかで警察犬とかもそこを走らせてなければ、それは弱いわけね。 まあいいんですけど、じゃあそれを信じたことがまずはきっかけ。だから、もうそこにはいない、要は山中にはいないって、もうその時点で、その時点で、えー、あのー、思っちゃったんじゃないの。だから、同志ダム潜水とかやるわけそもそもが。いないと思ってんだから。もうそもそも信じてるから。そこの山にはいないともう信じてるの。誰が信じてるんですかつら、お母様、パパとも。 警察、消防団、全員です。初期の初動の捜査、要は21と22、えー、23以降は無視ね、まず、水平リベさんたちが来てからのやつはまず無視した、その21と22にその辺で探した人たちの、えーえー、心の中には、もうあの椿沢には行ってないっていうのがもう確実になってるわけ。わかりますか信じてるからそれそなん。信じた情報としては、両方上まで見た。 それによって信じてると私は思います。そんな単純な一言で信じたと思います。これと同じね。一番最後に書いてますけど、シルバーの車に連れ去られてたかもしれませんというふうに幽霊が言ってますっていう、恩苗寺さんの発言を信じる人、ま、ま万、万人いますよね。万人。おそらく。日本において万人いますよね。JJ さんとか、橋本先生のファンとか、ね、信じてます。おそらくね。それと同じですって。 ね Y 字両方上まで見ましたよ、21日の4時、四時半。そしたらそこにいないっていうふうに信じちゃうでしょ、まず。ねそれがダメだ、ダメ、いいとかって言ってるわけじゃない。まず信じますよねっていう話。そして、次ですね。うん、バリ、なぜバリルートを警察が言うのかっていう話ね。まあ、バリルートでもないかもしれないけど、少なくても、 あの椿沢の園庭、えー、奥の,その林道終点もしくはその先その先ねその先に思考がいかないのはそれは漁師さんとかその地元民の人がもう道ないよ登山道なんてないよ登れるわけないじゃんって言った人がいるわけそれを実はですねお母様だけじゃなくて、えー、警察の人とか消防団も信じるわけ消防団だってね実際にその山に えー、入ったことのない消防団だったら、他のね、道志村の他の、これ、誰かコメントくださいましたけど、他の消防団の人もいるわけね。第3分団とか第4分団とか分かんないけど、そういう人だ。そこの山には詳しくないわけ。誰かが、そこの人が1人ね、1人たった1人が科学的根拠がないように、女の子が、えー、登るわけないでしょうって、登山道も何もない、おお俺、いつも山に入ってるとかって言った瞬間に、もう信じるよね。ね 信じるよねじゃあそれはないなってなるわけわかりますかそれはないなってなるわけだから警察の中でも、えー、要はもし行ったとしてもバリルートからっていうふうに思ってる人もいると思いますよそもそもねはいなぜ72時間後に自衛隊が投入されたかまあこれはねあのー、これは 消防団が足跡ではななないいっっって言っちゃゃたんじゃないかなと思う捜索本部上にねあの23日に、えー、あの水平リーベイさんたちが報告してるでしょ私はその,2その1日前の22日ね22日にはそういうものが見つかっていてそれは違いますよという結論が捜索本部上でなされていたと思われますだから水平リーベイさんの来てもああそれ知ってるみたいな それはもうすでに23日にそういうものが来て、えー、来たとしても、消防団、もしくは消防経由で来たとしても、捜査本部上では、あ、知ってる、知ってるそ、それは捜索隊の足跡とか、まあ、全然三崎さんとは全然関係ない、踏み跡とかもね、探した人のやつ、あ、木のぶさしてる、あ、それ俺、俺、俺、みたいな、あそういう怪しくて俺、だけどそれ、あのー、なんかね、二股に、 足の指先分かれてて、あの豚のやつみたいな、豚の足跡みたいなやつ、あれ、あの捜索隊の,たあのそういう、そういう靴のやつとかね、そういうふうに言った人がいると思います。じゃあ、それを誰が信じるかっつったら、村長信じるわけね。村長っつうのは消防団のトップね。トップ信じます。何もなかったというふうに公式な文書に言うということは、それだけ自信を持ってして言うということは、悪意ありませんから、 何もない、それは足跡じゃなかったんだねって当時思ってたわけ。1ヶ月後ね。当時っていうのは10月の臨時会の時にはそういうふうに思ってるわけ。消防隊もそうでしょ警察もそう。自衛隊もそう。全員が足跡ではないっていうふうに思ったっていうことね。これ足跡、実際足跡だったとか足跡じゃないとか関係ないよ。今言ってるのは。足跡らしきものがもうすでに見つかってたっていうのはもうこれ事実なわけ。 ね、水平ーベイさんも出してるしそ,そもそも捜索本部上の中で、えー、そういう話があったっていうのは知ってるしあの、ね、情報が来てるから知ってるしさらにあのなんだ、うん、捜索ボランティアの中でも話になってたっていうのもあるしそ,そ,そもそもヤマップの,その他の人の水平ーベイさんじゃない他の人の投稿にももう書いてあるからもう足跡らしきものがあったっていうのはもう話としてはブワーってなってるわけよ。 で、それを足跡ではないっていうふうに信じた人が村長であり、消防隊であり、警察である自衛隊だっていうこと。誰も信じてないから。だから、あの、そんなものがつくわけがないわけです。わかりますか行ってないんだから、そもそも。行ってないというふうに信じてるから、この2段階ね。パパと Y 字両方。だって Y 字21の日にもうそこを見てんだよ。いないんだよ。車で行ったけどいないんだよ。いるわけないじゃん。 でしょもし行ったとしても仮に迷ったとしても登れないってで登れないからその沢は全部見てるはず実際は登ってないけどねわ私が想定するには実際は行ってその捜索隊よりも先行しても見つからないうちにもう行っててそして捜索隊の音を聞いて戻ってきてそして植林地から上がったって私のこれね家庭ですからそれ登った登ったんだけどあのその えー、その中では、その登ったっていうのも信じてないし、行ったっていうのも信じてないわけだから、捜索したとしても、えー、そこをどういうふうに捜索するかて言ったら、警察の機動隊が来て捜索するのは、その水のと滝とかそういうところ穴、穴とかそういうところのスポットみたいなところしかやってないわけ、それを村田次郎さんは非常に疑問に思ってたわけね。 だって村田二郎さんは知らないもん、これ信じてないもん、パパ友の話知らないでしょ、おそらく。えー、漁師の話知らないでしょ、現地の人からは、そこの滝の壺を見てきてくださいとかって言われながら、びチょびチょになりながらね、村田二郎さん見てきたわけでしょ。だから現地の人をそもそも、えーね、あの本気に探す人だって思ってないから、そもそも。だから、そういう情報を入れてないはず。ということは、 警察の動きとか自衛隊の動きが非常に怪しく見えるのよ。でも怪しく見えるんだけど、もうすでにもうステップが完成されてるから、警察と消防団と自衛隊もう完成されてるの、この3つで、うつでね。パパ友の情報と、えー、あ、これパパ友かわからないけど、Y 字両方上まで見たっていうか、まあ、なんでもいいです。捜索、21日に捜索した情報がもう行ってるから、村田次郎さんには行ってないから。 でそしてあの漁師の,その地元で何回もその山に入った人たちの、えー、その発言を信じてるからね大室さん方向には行ったかもしれないけど下の方には絶対行かないよっていうのを信じるわけでしょみんな。だからそれは 両親の言葉を別にそその、ねえー、秘密の交察師さんの動画を見ている他の人、えー、の話をしているんじゃなくて、それと同じように警察とか消防団とかお母様もその人たちの話を聞くっていう話。そもそもね。そして、なぜ72時間後に自衛隊を投入したか。もう完,全完全にこれですって。パフォーマンス捜索プラス、山にはもういませんよねっていうのを確定させたいためにローラーしたの。わかりますか だから、自衛隊法違反に近いわけ。生きている美咲さんを探そうとしたんじゃなくて、潰したの。その可能性を潰したの。周りにね。そして同、同志ダムの先生も同じだけど、同志ダムにいるとは思ってないの。ほぼ。ほぼすべてね。もしあるとしたら、もう誘拐でピンポイントの誘拐の域だけです。同志ダムは。流れていかないから、そもそもね。そ,そもそもが放流してるから。23か24に、えー、放流してる。それだけ雨降ったんだよ。 23とか24とかね雨降ってるんですそもそもねだからそのその間で徹底的な低体温のとどめを刺したと私は思ってますけど <laughs> そしてこっからがあのその創作じゃなくて我々に対する我々の中でその科学的根拠のない話を信じる人たちが登場しますそれは警察犬なんですね言う人はメディアなんです だから警察犬の話が登場したあたりから事件を信じる人たちが相当湧いて出てくるはず。言う人はメディアでしょ。匂いを失った。これは失ったんですって。失うわけないじゃん。あそこで目いっぱいいたわけだから。そもそもね。だから失ったという話を聞いて、そもそも三関さんはあの場所にいなかったということを言い始める人もいたわけでしょ。それは言う人がメディアで、そして信じる人がその人。 わかかりますか美咲さん見え匂いを失ったんだから美咲さんいるわけねえじゃんっていう人が本当に出てくるわけねそう,いうそういう思考停止するわけそもそもねだから、えー「椿2の橋」ででもいいです椿2の橋で匂いを失ったっつったらそ,んその瞬間に車で、えー、入れられたっていうね、えー、人が出てくるわけでこれはわかりやすいでしょ だから警察そもそもが警察系の情報というのは犯罪捜査規範で、えー、そういうことを漏らしちゃいけないわけだ。だから、山梨県警とメディアとしては、この件に関しては、違うんだったら違いますって言わないといけないわけね。それ出してません。もし出したとしても出してませんって言わないと、犯罪を犯していますよっていうふうに思われてもしょうがないわけね。山梨県警とかメディアが。犯罪、あの、あれですよ。あの 2019年の9月の下旬ぐらいだったらいいわけ。それはみんなが遭難つか事故だと思ってるから。そもそも自衛隊も出てるしね。だからその時に警察犬の情報つか、まあ、警察犬っていうか捜索するための犬の情報っていうとかって変えればいいわけよ。別にね。えー、警察犬って言わなくても別に。まあ言わないと税金投入されてるからなんかいろいろあるかもしれないけど。ね、それだったらいいわけでしょ。だけど、 メディアが特集してるのは、それは事件事故両面、要は50%で捜査継続しますって言っている時だから、もうそれ事件としても想定しないといけないから、言っちゃいけないわけ。ね、それを変なことしたのが富山,富山県警とチューリップテレビですよ。ね、福田神社前で高島レオンさんの匂いが消えたっていうふうにお父さんが言ったやつを、えー、言っちゃったもんだから、そして私なんかね、それに気づいたから、 あ犯,罪そあ犯罪捜査規範違反ですねっていうふうに動画作り始めたら何,何やったかというと一般,家庭の一般家庭の防犯カメラには映っていませんでしたというそういう,そういう嘘に嘘を裏乗りするような報道をし始めたわけね警察犬の情報が、えー、あの漏れてないよみたいなね もしくは、そういうような警察系の情報が間違いでしたよみたいなやつをやったけどそもそもその,その、ね、防犯カメラの映像警察がチェックしてるであろう防犯カメラの映像のことを言うこと自体がそれが <laughs> ダメなわけよそれが犯罪捜査規範違反でしょ。 だから犯罪の捜査に関わる、だから最終的に、えー、どうやって苦労させたかというと、誰も今、高島レオンさんのこと言わないでしょ、私はどん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 言っていきたいんだけど、蓋の件ね、用水路の蓋の件、どん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 んぶったたいていきたいんだけど、誰も今、まあ、今、美咲さんの件やってるからやる、あ後,後でやる、あでやる。 から今やらないんだけどそれ誰も何も言わないのは山な富山県警が事故であるという可能性もうねあの事件の可能性もあるんだけども事故として動いていますよって言ったからそれがクローズさせるための一言なわけね要は警察系の情報漏れちゃったとか、えー、その防犯カメラの映像の情報漏れちゃったを全部チャラにするチャラにするわけね でも、それが一番、実はやばいんだよ。事故、もしこれ事件だった場合ね、事件、何らかの事件だった場合に、その富山の件ね、それは、あの、確実に国家賠償法にかかってきます。富山県警とか、富山県警含め、そのメディアがやったことっていうのは国家賠償法。メディアだったら民法かなんかで、もしかするとやられるかもしれない。そうね もし事件でその、えー、家の,その防犯カメラの情報が重要なポイントだったとするならばそ,のそれを流したチューリップテレビとかねその辺がやられる可能性はゼロではないはいえー感覚的根拠のない話を信じるはいシルバーの車これねあの仮にこれシルバー三崎さんの件がシルバーの車に連れ去られたとして、えー、それ事件だったとしましょう ね、これが後に未来にそれで、えー、一件落着という裁判が行われたとしましょうそれを皆さん想像してくださいその時に「陰陽師さん呼びますか裁判に陰陽師さん呼びます橋本行明さんが裁判上の証言に立ってシルバーの車が、えー、あの連れ去ったと言っています」って言って犯人がね「いやいやいや 俺の車は確かにシルバーの車なんだけどその車ではないよっていう連れ去ってないよって言ってた時に証言として橋本京明さん呼びますか裁判呼びませんよねそれは信じるのは自由なんだけどね信じるのは自由なんだけど科学的根拠がないから法律上のその裁判上の真実にねなりえないからそれねなりえるんだったらもう多分ね えー、被疑者として裁判かけられてる人みんなね、俺じゃないって幽霊やったって、幽霊が殺したんですってみんな言い,言い始めるよ、多分ね。その裁判上で、その霊的なものが,が証言として取り入れられたらね。わかりますかだから、もし裁判になってシルバーの車だってなったとしても、それ別の持ってき方で持っていくよね、そもそもね。 はいえー、ということで、一番最初はおそらく初期の捜査に当たった人の情報を、えー、み周りのみんなが信じちゃったことがきっかけ、そしてその次が地元の地形に詳しい人の、えー、言葉を、えー、一歩引いて考えないで、そのまま鵜呑みにして、えー、イメージで皆さんが構築していったという、そ深掘りしないでね。 それが2つ目。で3つ目は足跡らしきものがあったのにそれを科学的根拠もなく足跡じゃないよという人言った人それを見た人の話を信じてしまったということね。もしこれ足跡らしきものがあってみんながねそれは大変だってなったらね足跡かどうかをまずその時点で鑑識かけるはずじゃん。でその鑑識かけてないっていうのも分かったから。 水平リーベさんが呼ばれた時点で分かったでしょあ、その当時やってなかったんですねって。じゃあその2年7ヶ月後行って、そこに鑑識かけたって意味ないじゃんっていう話なのね。じゃあそれをね、わざわざテレビに流したってことは、もう山梨県警は事故としてクローズさせようとして動いてたんです。動いてたんですよ、それね。自分たちの失態でしたっつって、ごめんなさいしようとしてたのよ。そのステップ踏んでたの。富山,富山県警と同じ動きをし,しようとしてたの。 で富山県警は自分たちでそのステップを踏んでいけたのはおそらく警察庁案件になってなかったからおそらくねただこのこの美咲さんの件に関しては警察庁案件になってしかも3年も経ってるから、ね、すぐさまじゃないから1週間2週間の話じゃないからもう2年7ヶ月も経ってるもんだから事件事故両面で行くんだよって言われたらそうですねだって犯行止まるんだもんねその足跡らしきもののその 手順ね、法律に定められた手順で言ったならば、山梨県警の中でクローズしないんだって。警察庁のところに回さないといけない、警察庁の鑑識に回さないといけないの、その手続きの書類をね。そしたら、その警察庁の感覚図で、こんなものの書類には犯行をさないとて手続き止まるでしょ。法律でそれを貫通しなさいってなってるの。その最高の権,権力者が警察庁長官なわけであるわけですよ。だから中村至さんの権限により、 事件事故両面で捜査しますっていう。だから何も言えないっていう状態でもうずっと行くんだよ。ということはどうなるかというか、ことかっていうと、簡単です。あの、三崎さんはこれ以上見つかりません、ほぼ。これ以上見つかりません。だって重機とか持ってきて掘り出すってことしないわけでしょ ほぼ、ほぼ見つからない上に、成田に変えられないということが確定したということ。誰の発言で確定したかというと、中村いたる長官の発言で確定したと私は見ています。はい、以上です。